Yuko Namiki. I'm an English teacher. Today, I'm going to talk about English pronunciation and how to use an English dictionary. はい、はじめまして。英会話講師の、並木優子です。よろしくお願いします。はい、私ですね、普段、英会話講師、対面のでですね、生徒さんに、英語会話ですね、教えているのと、あとですね、イングリッシュライフの、ホームページで、英語に関するブログも書いております。で、もういろんなこと書いてるんですが、結構発音のことも記事にしていて、でですね、もう発音のことはもう書いている最中から、ああ文字だけじゃこれはもう伝えきれないな、音声でなんか伝えたいなっていう気持ちが、ありまして、でもうその気持ちがこう抑えきれなくなったので、今回から、ブログと、動画のセットで、はい、発音のことをお伝えしたいと思います。楽しみにしてください。はい。でですね、今回は第1回目なので、ちょっとこうボードを見てください。母音の数とか、あとちょっとこう見慣れない記号があったりとか、おすすめの辞書なんていうの、この3つのテーマについて、お話ししたいと思います。はい。ではですね、早速クイズです。いきなりクイズです。日本語の母音っていうのはあいうえおですね。日本語の母音はいくつあると思いますか？どうぞ。そうです。はい。おっしゃる通りです。5個です。もう私答え言ってましたね。とってもシンプルです。あいうえおですね。では英語は何個あると思いますか？この私の切ない表情をこう読み取ると、結構びっくりする数です。はい、惜しいですか？26個なんですって。ちょっとびっくりですよね、この数。でですね、この26っていうのも、あーってこう伸ばす音とか、あーっていう風に、R の音もセットになる、もう全部込み込みで、26っていう数字、が出ていました。それにしてもですね、なんか日本語はもうあいうえおの5個で、なんか英語26って言われるとちょっとびっくりしますよね。もうこの先なんかこの英語の発音のレッスンついていけるかなって不安になると思います。ですが安心してください。もう26なんて、もうマスターしなくて大丈夫です。っていうのも、もうすでに十分できている発音もあるので、明らかにこの音こう日本語と違うな、違うからしっかりと、覚えて正しく発音できたらいいなっていう音は、私が思うに8個だと思います。8個です。はい。ですのでこの動画、ブログ動画を通して、こう8個のですね、母音を練習していくうちに、もうバッチリ綺麗に発音できるようになります。はい。まずはこの母音の数のところですね、ちょっと、覚えておいてください。そしてはい、日本語のあ、日本語のあは一つだけですよね。当たり前ですが、あに聞こえる音はあだけです。あだけです。ですが英語は、あのように聞こえて、カタカナでは多分、この4つの音をカタカナではもうどうしても表現できることができないので、区別して表現できないので、全てあになっているですが、英語の場合はそうなんです。あのように聞こえるけど、でも実はあじゃない、音っていうのが4つあるんですね。でですね、こういう発音記号、皆さん見たことありますよね。発音記号を
覚えた方がいいですかっていうふうに聞かれることもあるんですが、私は全部はいいです、全部はいいっていうのも子音ありますね。ぶとかふとか、まあ、これから勉強していきます。こういう音は一つしか音ないですし、また発音記号もローマ字と全く同じなので、もうこれはもう覚える必要ないです。ちょっと複雑なのがこの、まあ、母音の音ですね。で、今でも私そうなんですが、辞書でこの発音どうやって発音するのかなってこう迷う時って、母音の音がこう分からない時です。皆さんもそうだと思います。なので、こう母音の音の発音記号は覚えておいたら、パッと見ただけで、あ、この音はこの単語のあは、この赤っていう感じで、確認できるので、まあ、便利ですし、あとはこのおすすめの、ウェブリオっていう辞書ですね。こちらまあ、インターネットの辞書です。オンライン辞書で常に情報がこう更新されていて、もう膨大な情報量がありますし、例文とかも豊富で、とてもおすすめです。まず無料です。無料とその、情報量が多いっていうところと、あとは3つ目、発音が音声で確認できるところが、いいですね。ではですね、ちょっと皆さんに分かりやすいように、こんな辞書ですっていうのをちょっとお伝えしますね。はい、まず Love Love Love、 これもここ、日本語でカタカナで書いたらラブ、こうかな、こうですよね。ラですね。ラララ、アです、アの音です。ですが、アって4つあります。ラブのアってどれだろうってちょっとやっぱ気になりますよね。そういう場合、ウェブリオで調べると、ちょっと大きい画面で、はい、こちらこの辞書ですね、iPhone ですと、まあ、アプリが、あるので、まあ、検索するとすぐに出てきます。もし、こう iPhone 以外のですね、出てこなかったら、インターネット上で、ウェブリオっていうふうに、まあ、検索をしていただいて、そのページをホーム画面にペタッというふうに貼り付けて、すぐこう調べられる状態にしておくと本当に便利です。はい、こんな感じで出てきましたね。でですね、このここですね、こう黄色い音声のところ、あ、失礼、はい、ネイティブの女性の声が出てきましたね。こんなように、あ、で、そうです、発音記号どうですか。はい、見えましたね。これですね、V の反対になっているあの音です。で、音声を聞きながら発音記号を見ていると、もう自然に定着するので、なんか頑張って覚えようなんてしなくて全然大丈夫です。いいですからね。ちょっとこうおすすめの、まあ、辞書を紹介したり、してみました。はい、次回からアルファベットの、まあ、アルファベット順に行きます。 Aの発音ですね。こちらを、まあ、レッスンしたいと思います。はい、皆さん楽しみにしてくださいね。See you again! Bye!